つも仮面チューブをご覧くださいまして誠にありがとうございます。本日もよろしくお願いします。はい、今回は、2回前だったかな、2回前に、やらせていただきました南石亀の件ですね。京都市で、京都市限定で天然記念物に指定されていたけれども、1983年からずっと天然記念物状態だったけれども、今回天然記念物が解除されることが決まったっていうことに関して、続報できればなと思って今回投稿させていただきました。その前にですね、前回ちょっと間違ってちょっと言葉で頭では分かってたんだけど、言葉で間違ってしまったことがあったので、それをちょっと訂正をまずさせていただきます。あ、むつみちゃん大丈夫か、ごめんね。でそれはどこかっていうと、まあ概要欄とか、字幕ではもう訂正済みなんですけど、言葉で言ってしまったのは、その1900年代の初め頃に、日本が台湾を植民地化している時代に、台湾から、近畿地方の大都市に、ここ間違えちゃって、私八重山石亀って言っちゃったんです。ですけど、これは南石亀さんです。大陸南石亀さんです。はい、間違えないようにすいません、お願いします。すいませんでした。はい、そうですね。なので、近畿地方、その現在その京都市にいる亀さんも、ひょっとしたらその時の、大陸南石亀さんなんじゃないかと。まあ、とりあえず大陸南石亀、まあ、単に南石亀とも呼ばれますけれども、この南石亀さん、だっていうことはもうほぼ間違いないから解除っていうことですね、この度。はい、で、この解除の後、解除を実際にされるのっていつぐらいなのとか、この解除された後の亀さんの取り扱いってどうなっちゃうのっていうこと、かなり私疑問でしたし、まあ、実際にね、まあ、はるばる里親探し依頼、されることもあったりするので、それが例えば京都市で、保護されて、歩いてて保護されてどうしたらいいのか分かんないっていう方がうちに、ね、はるばる遠方に連れて来られるっていうこともね、考えられなくもないので、私ちょっとこの度ファックスで、質問をさせていただきました。質問の先は、京都市、文化市民局、文化芸術都市推進室、文化財保護課という、まあ長いんですけど、そういうところに、その専門のね、ところに、ちょっと質問をさせていただきました。でどんな質問をしたかというと、ちょっと読みますね。天然記念物解除の南石亀に関する問い合わせ、神奈川県横浜市で亀の販売店を行っている仮面中ショップキーパー2号店の佐藤君さんと言います。南石亀が天然記念物として、指定が解除される件について教えていただきたくファックスさせて、いただきました。南石亀はすでに天然記念物としては解除されたのでしょうか。あ、ちょっと私ね、これ足りなくて、記述が足りなくて、京都市っていう、京都市での天然記念物っていう風に分かってるっていうことを書けなかったんですね。ちょっとここがね、ちょっと誤解されちゃった部分なんですけど、まあちょっと進みますね。はい、でまだ解除されていない場合、解除される時期は具体的に決まっておりますでしょうか。またこちらは別の機関が専門かとは思いますが、その後何らかの保護はされる見込みでしょうか。それとも単純に外来種となり駆除の対象となってしまうのでしょうか。本来ね、ひょっとしたら自然環境、あ、違う、間違えた違う、あれはなんだ、外来種の、地方環境事務所、その管轄の
地域の地方環境事務所とかに質問をするべきかもしれないんですけれども、まあ、ちょっとせっかくなんでね、もしお分かりであればということで質問もさせていただきました。はい、でまあ外来種ってなった後どうなっちゃうのかなって、本当になんか自由の自由で、で本当にまあ数年前に流行ったなんか厄介者みたいな、まあそういったイメージを植え付けられてしまうのかなとか、そうなってしまうとね、まあ本当あらゆる人がそこに行ってなんか駆除とか行ってなんか本当に本当に自然のためを思ってんのかなとかYouTuber とか特にそういうのがあったりしますよね。チャンネル登録数を増やしたいからなんじゃないのかなとか、本当に本来その活動をもともとやってた、やってなかった人がしめしめてそこに行ってやり始めるとかっていう話こともねよくあるんで、ちょっとねその後心配で心配でしょうがないっていう部分も、まあ、個人的な亀さんへの思いとしてあったりするので、まあこの辺りもね確認をしたいと思って質問しました。で続きです。当方事前活動を通じて飼いきれなくなった亀の里親探しなどを行っており、まれに道路で歩いていた亀を保護したことが依頼、保護した方が依頼してくることもあるため、どのような扱いになっていくのか知識として知っておきたく質問をさせていただきましたという内容を私は、質問をさせていただきました。ファックスでね今回質問をさせていただきました。そしたらなんとね早く2日ぐらいで帰ってきましたね。ありがとうございます。はい、でどのような内容が帰ってきたかですね。はい、もうこれは本当に報道とかじゃなくてまさに直撃直撃のなんていう確認なんで、はい、間違いない情報です。はいはい、南石亀はすでに天然記念物として解除されたのかということについて、京都市文化財保護審議会での答申は終了し、この間紹介したものですよね、資料、お見せした資料ですね。はい、その件についてはすでに報道発表されている通りですが、その時点で解除されたわけではございませんということです。はい、まあ、前回の動画でも、厳密に言うとまだではあるっていうふうにお伝えしましたよね。まあ、その部分ですね。はい、でそれでいつからかということがここに具体的に書いてあります。今年度末に予定されております告示をもって正式に解除される見込みですということです。今年度末というと、まあ、前回もそこから答申のタイミングからそこから90日後っていうふうに言いましたけど、まあ、大体90日後なのかな。今年度末に予定されております告示をもって正式に解除される、ということはどういうことかというと、まあ、3月31日頃に、正式に解除される見込みがあるということです。はい、やっぱり事実ですね、現実ですね、夢みたいな話だけど現実ですね。はあ、あるんだなこういうことが。はい、まあ仮面チューブでこういうのをね流せたっていうのも、まあこういう時代の変化で流せたっていうのも光栄なことですね。はい、それでここ大事なところですね。解除後の取り扱いについて、まあちょっとね一部私がその京都市指定の天然記念物っていうことを知ってるっていうことを言ってなかったんで、ちょっとね誤解がある部分があるんで、まあその部分はちょっと省略させていただきます。はい、それで京都市では指定解除後は市内での個体の捕獲等への規制がなくなりますが、なくなるはなくなるんですね。はい、ただ駆除対象に切り替わることと同義ではないことと考えておりますという見解です。はい、無論多くのペットとして愛好されているカメが外来種であるように南石亀また同様であるため、飼育個体の逃げ出しや野外への放出は許されないと存じます。
外来種としての南イシガメの情報は、国立環境研究所の侵入データベースなどで確認いただければ幸いですということですね。なので駆除対象に切り替わることと同義ではないという現在含みのある表現をされているわけですね。なのでまだなんだろう、南石亀さん的に運命の分かれ道には至っていない。悲劇の方に行くのか、このまま守られる、もしくはなんかね、独自の方針でなんか保護されていくとか、と今まで可愛がってたんだからか、取らないでとか、だからそういうのとかね、今まで大切に管理してたんだからそのまま行こうよとか、ひょっとしたらなんかひょっとしたらどっかの動物愛護団体が訴えかけて、そのまま守られていくとか、ね、それが市民の意見とか、がたくさんあったということで、守られていくっていうこともなきにしもあらずなタイミング、まだそのタイミングなのかなっていうことなんで、まあここからね、亀さんに優しい方の、ね、方針がたくさん出てくればまた変わってくるのかなっていう部分がありますね。なんかネット上でね、ちらほら早速買い天然記念物だった南イシガメを飼いたいとかそんな風になんかちょっと安直じゃないのっていう感じの意見とかなんかいくつか見たんですけど、ただ言えることはね、ここに国立環境研究所の侵入生物データベースなどでご確認いただければ幸いですって書いてあるんですけど、この国立環境研究所の侵入生物データベースっていうのはネットで見れるんですね。誰でもネットで見れます。でそこアクセスしてみたところですね、まあちょっとハッとしたっていうかああ見てみるもんだなって思ったのがね、結局はだから京都市の天然記念物だった南イシガメは結局は大陸南イシガメだった、普通の外来種としての南イシガメだったということは、これはもう間違いないんですね。でこの侵入生物データベースを私確認してみたらですね、この、分布図マップ、その大陸南イシガメが分布している外来種として分布しているマップを見てみたらですね、あなんだ千葉県の印旛沼って結構増えてんじゃんということですね。はい、印旛沼で結構ね、調べられた方が結構20何個体とか見つかったっていうんですね。まあ、ちょっと調べただけで20何個体っていうか、かなり増えてるんですよかなり増えてる、だからなんか天然記念物だった南イシガメだぞって言ってたって、そこにいる印旛沼でいいじゃんっていう話もなるし、印旛沼の大陸南イシガメと全く同じなんだから、何なんか何テンション上がってるのみたいなそんな目でも見れなくはないっていうことですね。だからそうですね、どうなるんでしょうね。なんかこうなんかそのかわいそうなところを、まあ、ネット上にさらし出したりとか、まずありそうなのが飼育目的での保護、これはありそうですね。もしもその状況がその現地の方々がね、首をかしげるのであれば、そのまま守られていってほしいなと、亀好きの私としては今そう思いますね。はい、で実際にねこれから解除されるということなので、まあまた解除された時ですかね、続報またしたいと思います。
はい、以上仮面チューブでした。また更新いたします。またね。うちの冷凍バグエルコオロギお買い求めお待ちしてます。